時の火事さえなければの。まだわしがピチピチに若い頃の出来事じゃ。その部分別にいらんよ。すべてを奪われた。何何これ、どこ？多くの兵が散り、多くの民が犠牲となった。何の話急に。わらわの愛する者、すべて。奴は、そのすべてを奪っていった。なんかあれじゃない？信じていた。精霊剣とか守ってそうな場所じゃない？違うんかな。黒い太陽、貴様は、絶対に許さぬ。何の話なんだ、急激にすごいシリアス。たとえ我が命尽きようと、貴様だけを、わらわが消し去ってやる。夢じゃないよね。え？夢？今の夢は。夢なんかい。黒い太陽。ん？なんか泣きよる。どうした？ん？新しい章や。第7章。妖怪たちが住む世界。ザ・妖怪ワールド。めっちゃ簡略化された。妖怪たちが住む世界ってことは、今回このゲーム4つの世界を行ったり来たりして進めていくって聞いたけど、4つ目の世界、妖怪の世界が雇れてくるってことか。あやめさん、体はもう大丈夫？おかげさまで、元気いっぱいだよ。よかった。なんともないようで安心したよ。あやめさん！何かあれをすぐに僕を呼んでください。たとえ地球の裏返りだって飛んでいきますから。輝いてんな。うわ、でででで。デブキモい、カッコつけすぎだぜ。何を言ってるんだい、ジュニア君。僕は前からこんな感じじゃないか。ダジーじいたんの攻撃、全然効いてないだぜ。それにしても、あの時の夏目はすごかったね。一瞬であやめさんを助けるなんて、妖怪ウォッチにそこまでの力あったかな。ねえねえ。私もあの時のことはあまり覚えてなくて。夏目ちゃん、一体どうやったの？夏目？何の話だっけ。でもね、ふみちゃんも妖怪ウォッチで回復することができよったけん、そんな感じかと思ったけど違うんか。なんか今日はぼーっとしてるね。どうしたの？ちょっと気になることがあって、昨日の夢のことなんだけど。変な夢って見るときあるよね。俺なんか昨日犬になって夢見ちゃってさ。もう。ケータくん、今大事な話してるから。すみません。すごくはっきりして夢だったの。その夢の中で私は一人ぼっちで、そこは知らない場所のはずなのに、どこか知っている気もして、自分でも感じたことのない激しい怒り、それを何かにぶつけているの。なんか怖い夢だな。その何かって。黒い太陽。黒い太陽？なんだそりゃ。わからない。だけどそれが何なのかも、私は知っている気がする。なんだか誰かの記憶が頭の中にあるみたいで、ちょっと怖くなっちゃって。もしかしてあやめちゃんの時みたいに、私にも何かが取り付いているのかなって。夏目ちゃん。どうかな？じゃあその黒い太陽について調べてみようよ。もしかしたら夢の原因がわかるかも。そうだね。みんな。でもただの夢かもしれないし。おいおい、もっと俺たちを頼れって。それくらい解決してやるぜ。頼もしい。それに困ってる人を助けるのが探偵団の役目だからね。私も手伝うよ。もしかしたら何か力になれるかもしれないし。ありがとう。よっしゃ、じゃあまず黒い太陽ってやつから調べてみるか。もしかしたら妖怪に関係することかもな。まずはおばばに聞いてみようぜ。おばばに黒い太陽について聞こう。まあきっと妖怪関係やとは思うけれどね。どうも。なんじゃ？お主ら、わしに何か用かの？おばば！ちょっとおばばに聞きたいことがあってさ、妖怪に関わることかもしれないんだよ。はい。あの、黒い太陽って聞いたことないですか？ん？何？黒い太陽じゃん。
知っとんか。どこかで聞いたことがあるような。おお、マジか。おばばに聞いて正解だったな。確か有星家の蔵にあった巻物にそんなことが記されたかもしれん。しかしの、じゃが一つ問題があっての。問題何ですか。実は数十年ほど前に蔵で火事が起きての、数多くの巻物が焼けてしまったのじゃ。火事？そういや前に聞いたことある。それのことか。焼け残った巻物には黒い太陽についての記述はなかったの。あの時の火事さえなければの。まだわしがピチピチに若い頃の出来事じゃ。その部分別にいらんよ。力になれずすまんの。ありがとう。まあでもとりあえず実在したものということは分かったよね。でも当てが外れたな。何か他の方法を考えないと。参ったな。どうしようか。手がかりがなくなっちゃったね。うーん、おばばが若い頃に火事か。何十年前の話なんだか。あ、ねえ、まだ巻物あるかもしれないよ。ん？どういうこと？うん、戻ればいいの。まだ巻物がある時代に。私たちならそれができるでしょ。ああ、そういうこと。過去に行くの。世界の扉で昔の桜元町に行けば、まだ焼けていない巻物があるってことね。なるほど。うちの巻物のことなら、同じ有星家のタイが知ってるかもしれないな。はあ、考えても見なかった。さすが、ふみちゃん。私だって探偵団なんだから。あ、そうと決まれば、早速過去の桜元町に出発だ。あやめちゃんどこ行った？おらんけど。シンたちは元気にしてるかな。何この人。そりゃ相変わらず元気に雪の中を走ってんだろう。サブクエストかなんかかな。あ、 B ランクへの材料出てきたね。ということはとりあえずこの世界のサブクエストを先にやっていこう。B ランクへの材料、そろそろウォッチも強化したい頃だし、おばばの元に話を聞きに行ってみよう。ってことで、はい。聞きに行ってみよう。ん？ってことはこのおじさんは関係ないんかな？そういうことかな。あやめちゃんは行かない。冒険には行かないのにここにはいるのね。なぜだ？なんじゃ？一体どうしたのじゃ？そんな物欲しげな顔をしよって。実はおばばに頼みたいことがあってさ。皆まで言わんでもよいぞ。妖怪ウォッチの強化をしたいんじゃろ。そろそろ話しかけてくるじゃろうと思って強化の準備をしておったわい。お主の今のウォッチランクは C、 次なるランクは B じゃ。わしからの試練じゃ。どうじゃ、妖怪ウォッチのランクアップの試練、受ける覚悟はあるか。あります。高齢になってきたおばばによるウォッチのランクアップの試練、次はランク B の試練だ。おばばもこの時を待っていたようだ。試練に挑戦してみよう。オッケー。当たり前だろ。そのつもりに頼んでるんだからさ。うん。良い返事じゃ。しかし強化するためにはあるものが足りなくての。あるもの？それってなんだよ。怪異の杖にイボイボシールド、そして姫いちごプリンセスパフェじゃ。どういうこと？前の二つはまだいいとして、パフェは何？おばばのやる気を引き出すためのものってこと？おいおい。ちょっと待ってよ。姫いちごプリンセスパフェって何に使うんだよ。それは出来上がってからのお楽しみじゃ。ほれほれ、ランクアップしたいのなら急いで集めてくるがよい。 B ランクへの材料を発生。クエストを進めてみよう。頼まれたものを持ってこよう。よし、ちゃちゃっと集めてランクアップしてもらおうぜ。パフェは何に使うんだろう。クリームでも挟むのか。で、その頼まれたものを持ってこようというやつなんやけど、とりあえずこの中、ここにはない。怪異の杖を一個手に入れよう。怪異の杖とは、持ってないんかな、私。どの辺？この辺かな。怪異の杖。そんなものは情けだな。この辺か？怪異の杖。いや、ないね。全くないや。全く持ってないや。
あとはイボイボシールド、姫いちごプリンセスパフェ。なんか持っとるやつないや、私。怪異の地は妖魔界にあるお店で売っておるらしいの。あとは装備カスタムでも手に入るらしいぞ。イボイボシールドも装備カスタムで入手可能じゃ。姫いちごプリンセスパフェは宝剣殿などにいるキュンシーやズッキュンシーが落とすぞい。わしはここにおるから、全部持ってきたらまた話しかけるがよい。あ、なるほど。ということは、どこから行けるんやったっけな。よし、この先にいるキュンシー、ズッキュンシーを倒していきましょう。はい、来た。どの辺かな。1階におったっけ。キュンシー、ズッキュンシー。なんかなんていうん、中庭みたいなとこにおらんかった。あ、おった、キュンシー。へい、キュンシー。さあ、これでパフェが必要って言ったよね。落としてくれるかな。お、雲海鏡がおるんですけど。雲海鏡もバトルに出てくるんや。なるほどね、こういう感じね。へい、やるじゃん。とりあえずめっちゃ弱っちいな。これでコンゲット、イエイイエイはいいけど、もうあれか、キュンシーはやっつけたか。イエイ、やるじゃんやるじゃん。はい、ほいよコンゲット。ね、パフェはパフェ。ここ結構お金が手に入るな。プチコンはいっぱい手に入るんやけど、本マグロ大将のコンとごめんだこのコン。姫いちごプリンセスパフェは姫いちごプリンセスパフェはどうなった。そう、すぐに手に入れたい。あ、待って、雲海鏡がここにあるね。ちょ、雲海鏡目覚めさせとこう。ここにすぐに来れるように。そうやね、ここすぐに来れるようにしといたら楽そう。今見失ったね。あ、入り口入ってすぐにおりやん。目覚めろ目覚めろ。はい、オッケー。キュンシーやー、キュンシーおるな。ちょ、キュンシーと一回だけ戦う。やっぱキュンシーがいたら戦いたい。そっか、3回やったんか。おー、いいやん、めっちゃいいやん。大量のキュンシーにズッキュンシーまで。よし、これはいける可能性。ここで繰り返して戦いよったらいける可能性あるね。たぶん。お、キュンシー。コンももらってく。てい。コンゲー。あ、キュンシー、コンスイヤ。ちょっと待って、はい。ほい。コンゲー。あとは？マグロ丼が昏睡状態やけど、すげえ、キュンシーを。あ、消えた。へい、来い。マグロ丼。お、キーコンゲー。いいね。そして連続で。これは普通か。イエイ。どう？こんだけやっつけたらパフェぐらい、一個ぐらい。あ、姫いちごプリンセスパフェあった。キュンシーの髪留めやって。いいねいいね。あー、これでとりあえず、お、すげえ、星四つなんや。じゃあめっちゃ珍しいんかな。よし、これでとりあえず姫いちごプリンセスパフェ1個ゲット。とりあえず1個だけクリアやね。ふぅ、3階まで来て、まあとりあえず、よかったか。とりあえず戦っといてよかった。じゃあ、あとは怪異の杖1個とイボイボシールド1個。よし。
ペローン。門外橋でとりあえず過去に行けばいいかな。過去の出会い頭大橋妖怪ガシャ。ワープします。はい、やってきた。みんな、樹の屋敷かな。巻物見つかるといいけど。駆け上がっていきますか。こんなところをチャリで駆け上がれる。駆け上がれる。ってすごいよね。めっちゃ言い直しまくった。危ねえ。さあ、樹の屋敷へゴーゴー。なんかびっくりマーク。あれはおばばのやつか。そういうことやね。とりあえず、あとのイボイボシールと怪異の杖は、あれやろ。何やった?婚活の方でも、できたりもするけん、大丈夫でしょう。いつきの屋敷。いつきの屋敷の中にも、ああ!え、降りれないの?もしかして。雲外橋があるけん、とりあえず、あ、ペローン。よし、起きたね。オッケー。さあ、この中か。ウスタさん、お久しぶり。これはこれは。皆様、よくぞいらしてくださいましたで、ウス。こんにちは、ウスタさん。いつきくんたちいますか?すごい綺麗になったね、屋敷。はい。坊ちゃまたちでしたら今日は例の妖怪調査のためお出かけしているでうっす。うん。例の妖怪って確か。ああ。前に話してくれた人の魂を奪う着物の姿をした妖怪のことだよね。真のお母さんといつきのお姉ちゃんの魂を奪った妖怪。うん。あの時からずっとその妖怪のことを調べてるんだね。しんくんたち大丈夫かな?まあまあ、そんなご心配なさらずに。もしもの時はこの私が。みんなのもの。やはり来ていたでござるか。シンについてなくていいの。あ、君はスーさん。確かシンの守護霊のござる。ゴッチの力を感じたのでもしやと思えば今すぐシャシャと来てほしいでござる。え、ちょっとどうしたの。シン君たちは一緒じゃないの。シン殿たちは橋を渡す先でござる。ついに奴が。え、マジでござる。獣の妖怪が現れたのでござる。みんなは、みんなは大丈夫なの?まだ無事のはずでござるが、かなり危険な状況でござる。拙者だけでは万に一つも勝ち目がないでござる。すぐに助太刀に来てほしいでござる。なんかやばそうなんだけど、急ごう夏目さん。そうね。スーさん、案内して。なぜウスタさんが会釈を。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。まあ、B ランクになるのはもうちょっとなんか地道にやっていく必要がありそうやね。とりあえず頑張って妖魔界に行けるようになろう。